今回はカメラ女子2人でお隣石川県の河北方へ行ってきました。ストロベリーキャンドルが満開です。まずは少女になった気分で花冠を作ります。ここは自由に摘み取って OK なので、こんなこともできちゃうんです。もうちょっとで完成です。鏡がないので、カメラに映ってる自分の姿でチェックです。どう？どう？喜びすぎなおばさんです。さあ、ここからは写真タイムに入ります。取り合いっこしたり、セルフタイマーで撮ったり、人目を無視してはしゃぐ2人です。ストロベリーキャンドルのひまわり村を後にして、次に向かったのは堀牧場です。めっちゃかわいい水道を発見。石鹸でよーく手を洗いましょう。そして牧場のおいしいソフトクリームを食べます。他にも椅子はたくさんあるのに、映え狙いでハンモックを選んだ結果こうなります。欲しいよ。ソフトクリームを食べた後はヤギを見てきました。このヤギたちと一緒にセルフタイマーを使ってパシャリ。おお、ヤギたちカメラ慣れしてらっしゃる。たくさん写真を楽しんだ後のランチはうどん屋さんに行きましたよ。そして最後に紹介するのはこちら、メタセコイア並木で北海道に来たような気分を味わってます。並木道を車で走ります。風も気持ちよくって最高のドライブ日和です。カメラ女子2人のフォトトリップ、撮ったり撮られたり、後で写真を見せ合いっこしたり、とっても楽しい一日でした。